はい、こんにちはということで、最近ね、ちょっと話題になってるネイル用の、パールとか、なんですか、変更の粉ですね、なんですけれども、Amazon で買ってみました。で、とりあえず、Amazon で売ってるやつ両方売っていましたんで、ちょっと怪しげなんですけれどもね。今回はちょっとね、パール系を試してみようかなと思います。でですね、全部でっていうか7色、とりあえず、セットで売ってましたんで、それを買ってみました。これで多分内容量 1g って書いてあるんだけど、1g あんのかな？まあ、なところなんですけれども、何の表示もないんですよ。せめてなんか2人でも塗っといてくれよって言いたくなるんですけれども、何の表示もないし、パール系なんで全部なんとなく色が見えてるものは見えてるんですけどね、こんな感じで、一応わからなくもない。これなんか金色かなって。で、これ銀色。で、これが、こっちとこっち赤と、これなんだろうな。赤なのか、ピンクなのか。で、ブルーとか、あとこれパープルですね。カッパーなのかな。まあ、そんなような色ですね。パール系っていうか、クリスタル系は、クレオスのクリスタルカラーがありますので、まあ、それと似たような発色なのかなっていう感じはします。でもって、あと、まあ、本来、これの使い方はなんかね、黒の下地、爪の場合ですね、ネイルの場合は黒を塗って、黒でも白でもいいんですけれども、まあ、塗って、その上にこすりつけることで発色させるというのが、なんかこれの使い方らしいんですけれども、プラモデルの場合はね、エアブラシ、これをクリアに溶いて、エアブラシで塗ってみようと思います。じゃあ、まあ、とりあえずですね、塗ってみます。ということで、どうしよう。はい、とりあえず、溶いてみました。3cc に、耳かき1杯分ぐらいで入れてあります。まあ、このくらいの量でいいかどうかはちょっとわからないんですけれども、まあこんなもんでっていうところで、やってみました。ということで、ちょっとこれをですね、塗装して、いきます。はい、それでは、塗装していきます。多分、金色。多分金色だと思うもの、いってみます。一応エアブラシはコンマ5にしてあります。で、ちょっとね、圧高めに、しています。0.5 で拭き圧かコンマ1.3ぐらいかな。ちょっとね、濃いめの、もともと光沢出すためのクリアの調合なんで、1対1になってます。ちょっと濃いとは思うんですけれども、まあ、普段使ってる感じですね。で、具体的に、粒子がちょっと大きいのかな。きれいに発色しますね、というか、変更落ち塗料じゃないんで、クリスタル、ラメ、すごいですね。ラメが入って、どんなもんですか？こんなもんでした。シルバーじゃないじゃん。何色なのこれ。
シルバーいいのか。なんだろう。だいたいこんなような感じになりました。多分パープルだと思うんだけどな、これ。あら、ほこりが乗っちゃいました。まあいいね。
何色だっけ。何や、同じ本があるかな。はい、ということで、塗ってみました。買ったやつが全7色で、全7色塗ってみました。で、ついでにあのケースの上にも塗っておいて、これでまあ何が入ってるかわからなくなるっていうことはないんじゃないかなと思います。ちょうど黒だったんでね、綺麗に発色してくれましたね。ということでこんな感じになりました。非常にまあ粒子が粗い、まあこういう目的で使うものじゃないんで、これは粗いって言っちゃうとね、あのなんじゃっていう話なんですけれども、まあ目的外仕様ですので、その辺はあの差し引いてもらってですね、でもまあ非常にこうド派手になっていいんじゃないですかね。でちょっとね、あの手元にあのクレオスのクリスタルカラーがありましたんで塗ってみました。こちらクレオスで、こっちがあのまあパウダーの方ですね。うん、あの非常にね、やっぱりあのクレオスのものは、塗装、エアブラシでの塗装を前提にしてますので、非常に細かい、超超微粒子って言ってもいいのかな。ナノ微粒子って言ってもいいぐらい、細かくされてますので、なんていうんですかね、綺麗に、均一に乗ってくれますんで、まあ、ある意味上品かなっていう感じですね。こちらの方はね、ラメ、ガシガシですので、まあ、派手に仕上げたいときはこっちの方がいいかもしれない。まあ、ケースバイケースですね。ただ、比較的安いのかな？ 1 個200円相当なんで安いかどうかっていうのが微妙なんですけどね。ちなみにですね、ボークスの、造形村の、同じような、クリスタルパウダーかな？製品名ちょっと忘れたんですけど、そちらの方 5g で440円ですので、向こうの方が安いんじゃないかなと思うんですけどね。これ 5g 買うと 1色で1000円になっちゃいますんで、安いかどうかっていうのが微妙なんですよね。ということでですね、とりあえず、Amazon で購入した、クリスタルパウダーかな、これはを試してみました。あとですね、偏光パウダーもちょっと買ってみましたんで、そちらの方次回、やってみようと思います。それではまた次回もよろしくお願いいたします。